ハロー、プラザフォーの大ちゃんです。いたずら大ちゃん。山頂。じゃじゃん。カブトムシ。チョコレート。これ、ただカブトムシに似たチョコレートだ。ちょっと開けてみましょう。見てください。このカブトムシのチョコレートを使ってアクリドッキリをしましょう。春。おいしい。カブちゃんってカブ太郎じゃないよ。じゃじゃん。元気にいますよ。この箱があれば、あくんは騙されるかもしれない。でも、あくんは今、お風呂に入っております。お風呂から出てきた時に、ドッキリ大作戦開始だ。これと、このチョコレートとこの箱だったら絶対バレない。パパが呼び出しをしたら、あくんが出てくるっていう合図だから。かわいそう。出せ。ねえ、それ知ってるおもちゃでしょ。おい。お。ギャー抜けた。おい、これチョコじゃ。ドドドド。偽物？本物？どうしよう、俺がやっちゃったよ。そのおっと、あっくんどうしよう。悪そう。あっくん戻したら余計死んじゃうかもよ。違う、うわ、違う、ち、吹きな。カブトムシの血は茶色なんだよ。よし、オッケー。いや、自分のか。ごめん、大ちゃん、俺が悪い。あ、血がついてたんじゃない。うん、なに、うん、あかん、知ってるよ。俺のこと、騙されたでしょ。チョコだよ。え、チョコ、チョコだよ、あかん。じゃあなんで角がスプーン。完全チョコ。最初から匂いかけばよかったね。おい、あーねー、もうナナみたいにびっくりしましょう。でも俺は泣かなかったよーで。畜生、あっくんには騙せなかったぜ。あと冷蔵庫にこの箱2つあるので、今度はナナにドッキリをしてみたいと。ナナはもう8時くらいから寝ちゃいましたので、またいつかやります。ナナ待ちなよ。食べちゃおうかな。もしこれナナ見たら終わりだ。で、手洗いしてくる。じゃあみんなもこういうチョコとか買ってドッキリしてみてね。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ピカン。ドッキリもよろしくね。ピカン。ドッキリもよろしくね。今それ言ったんだけど。